泉くん、泉くん、中学の頃、まるで俺なんかそこにはいないみたいに空気、いや、これじゃ障害物か。いや、拾えはしろよ。ぼーっとしてんじゃねえよ。遅れんぞ、ほら。山村、おいって。違う。え、何が。名前。ああ、悪い。山里だっけ。山じゃない。じゃない。川田。遠ざかってんだよ、田舎っぽい字ばっか並べやがって。山とか川とか田んぼとか。学校でこんなでかい声出したの久しぶりだ。授業遅れるから。宮村、何してんだよ。それから進藤は俺に構う。嫌ってほど構う。その手崩れる崩れる崩れる。最近宮村と仲いいみたいじゃん。うん、そうね。らしくねえじゃん。話したら面白いよ宮村って。いや、あいつさ、やめといた方がいいって。暗いし、なんかああいうやつに限って切れたらマジでヤバいっていうかさ。宮村を暗くさせたのは誰よ。は？谷原はさ、俺が宮村に取られるのが悔しいだけでしょ。大丈夫だよ、また遊んでやっから。冷ってえな。中学の頃、一人だけ俺に構ってきた変なやつ、進藤。グッモーニーイズミチェ。夢か。蹴ることはねえだろ。こんな朝一に勝手に来て、なんで蹴られないと思った。いや、気になってさ。は？何が。いや、こないだのあの子、彼女なんだろ。うん、私もチョコ好き。じゃあチョコだね。うん。どうした？あ、いや、なんでもない。帰ろう。うん、宮村が他人に興味持つようになるとはな。いや、俺は嬉しいんだよ、お前に彼女ができるなんてさ。彼女じゃない。え、マジ。いや、なんだよそれ、先言えよ。お前が早とちりしたんだ。うん、ってことはあれか、付き合う寸前みたいな。うるさいな。ほら、否定しないじゃん。え、いつ告んの。うるさいって、もう告ったよ。告ってんじゃん。え、でもそれで彼女じゃないってことは振られたんか。違う、返事聞いてないんだよ。言いっぱなしっていうか、聞くのが怖いっていうか。俺なんかが告白して迷惑だったんじゃないかなって。ええ、
周りから見たら俺は暗いし地味で変なやつで普通以下の。うわっ！いった。お前それ振られんのか。今の関係がなくなるのが怖くて予防線張ってるだけだろ。逃げんな。ありがとう。おう。さすが新学校で2年生2回目のやつは言うことが違う。なそれ言うな。俺今結構いいこと言ったぞ。言った。宮村にどんな顔して会えばいいのか分かんない。風邪治ってるのに学校休んじゃった。生まれた時から苦手なんだ。もうホリもう治ったの？うん、よかったな。心配したぞ。ありがとう。あ、宮村もう別の教室行ったぞ。当たり前でしょ、洗濯授業別なんだから。あ、堀さんは？ああ、終わってすぐ出てったよ。なーに、お前ら喧嘩でも？喧嘩じゃないよ。堀さん。うわ！ちょっと話が。なんかまだ本調子じゃないみたいだから今日は帰るね。じゃあ。起きてた？え？あの日起きてたよね。俺堀さんが起きてたの知ってたから言ったんだ。ずるいじゃん。え？起きてたの知ってたとかずるい。うわ、行った。教科書投げた。しかも2回。お姉ちゃん。何？お腹すいた？ヨーグルトだった。お兄ちゃん来てるよ。いないって言って。お邪魔します。お兄ちゃんゆっくりしてってね。これ届けに来た。
突っ立ってないで座ったら。うん。起きてたよ。あの日ちゃんと聞いてた。本当はさ、返事もらうのが怖くて逃げてたんだ。言い逃げしてごめん。宮村。京子。その男、誰？京子。その男、誰？京介？あれ？ゆり子は？ちょっと、何しに来たの？帰ってきたんだろ、それ。てか、タバコ消して！待って、分かった、分かった、消して、一旦話そう、消すから、ね。てぇな、お前。親の腕を何だと思ってんだよ。分かればよろしい。そんで、君は誰？すみません、宮村です。宮村泉、堀さんと同じ高校の。まあ、宮村君、座ろう。よいしょ。距離感近っ。何このノリ。久しぶりに帰ってきたらさ、ゆり子はいないしさ、娘からは暴力振るわれるしさ、知らない男はいるしさ。すみません。急に帰ってくるからでしょ。単身赴任から帰ってきたらそりゃサプライズっきゃないっしょね。待って、痛いのね。そんなことでさ、京子ちゃん、ほら、お茶でもさ、彼の分も、ね、てかむしろ彼にね。もしかしておじさん邪魔だった？いや、そんなこと。お前に娘はやらん。え？なんつって、これ一回言ってみたかったの。京子ちゃん何よ、今持ってくから。宮丸くんあれだろ、京子の彼氏なんだろ。そうよ、なんか文句ある。パパ、帰ってきたの？そうだ、よっしゃ、これだよこれ。京子ちゃん、久しぶりに父に会った子供の反応はこれ。幼稚園児と同じレベルを求めるな。痛いって、ほら、あの昔のゆり子そっくり。京介。お、ゆり子。どうしましょう。今日の夕飯あなたの分だけないわ。マジか。京介が迷惑かけてごめんね。ううん、こちらこそごちそうになったし、楽しかった。宮村。何、堀さん。堀さん、俺さ、堀さんのことまだ何も知らないけど、少しずつでも知っていきたいと思う。お互い様でしょ。
じゃあここで。じゃあまた明日。森さん、ありがとう。頑張ったじゃん。よかったな。うん。また明日。ああ。宮村のやつ。それより全部揃ってるかな。確認する。大変そうだな、一人だけだし。そんなことないよ。レミはレミ、仙石くんは仙石くん、私は私にできることをそれぞれ分担してるってだけ。ここいつもレミが窓を開けてくれるの。だから空気がいいでしょ。なんかかっこいいな、誰かが見てなくてもそうやって頑張ってんの。そんなこと。全部あった。お、よかった。あの、元気なさそうに見えたけど大丈夫？ああ、見られてたか。いや、でも吹っ切れたかも。え？ありがとう。じゃ。堀さんがベストは。宮村君、髪伸ばしてんのなんで？ピアスの穴、先生に見られるとあれなんで。お、いっぱい開いてんね。いつから？中学の時に安全ピンで。うわ痛そう。いやさ、いずれ息子になる人だから今からでもいろいろ知っておきたいじゃん。いやそこまです。その、え、まさか遊びなの？違います、真剣です。てかさ、うちの京子で手を打って本当に大丈夫？はい、俺が好きなのが堀さんなんで。何言ってんの？いや、その流れもあってね。え、ただいま。兄ちゃんだ。あら泉くん、いらっしゃい。ご飯食べてくでしょ？いや、今日は。よし、夕飯までの間ちょっと風呂に入ろう。よし、来い来い。風呂です、風呂です。立て立て、いずれ風呂、風呂、風呂、風呂。次は？次は？それじゃあ、そっち。ゆきるちゃんが。おーい、よーい、そうか。うおー、もうこんな時間？いいじゃん、いいじゃん、泊まってきゃ。いやいや、さすがにそれは。じゃあ、僕の部屋で寝ようよ。いや、宮村君は父と今で寝る。おやすみ。
おやすみ。京子と一緒が良かった？いえいえ、そんな。宮村君さ、京子のどこがいいの？人を見た目で判断しないところです。京介さん、お邪魔しました。泉くん、朝出かけるときは行ってきますよ。行ってきます。行ってらっしゃい。はい。昨日寝れた？全然寝れなかった。あ、ごめん、今日してが。これ、堀さんと誰？宮村じゃない？え、なんで？さあ、ていうか今堀さん家から出てきてるね。写真撮って。ねえ、これ見て。ちょっと待って、やばくない？この人がめっちゃ付き合ってんのかな。みなみ、あ、みなみ見て、大ニュース。見て宮村と堀付き合ってるんだって。え、1組の堀。うん。本当でしょ？本当でさっき聞いた。あれだよ、宮村から告白したって聞いたぞ。俺、堀から告白したって聞いてんだけど。堀から。堀から。あの暗いやつでしょ？堀ウケる。堀見る目ない。だよね、危なくない？勝手に振らし上がって。くそ。ねえねえ、宮村と付き合ってるってマジなの？そうだけど。マジで？振られた男たちが浮かばれねえよ。それな。で、いつから？っていうか、宮村のどこがいいんだよ。宮村か。宮村か。宮村だったら俺の方がまだよくね。それな。まだ来てないじゃん。今朝は一緒じゃなかったの？やめとけ。石川くん付き合うのかな？タイミングってあるからさ。返して。何、高校入って調子こいてるわけ？宮村ってさ、こういう時逆に何もしないよね。何かしていいの？